今夜の8時ぐらいですかね。ちょっと杉本から、呼び出されて今、車で待機しているんですが、お、来た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 、お疲れ様です。はい、はい、お疲れ様です。すいません、急に呼び出しちゃって。何何、 どうしたの。いや、あのちょっと気になることがあって、ちょっと、うん、連絡したんですけど、気になるその心霊スポットがあって、ちょっと情報も少なかったんで、うん、どうしてもちょっとあの確認したいなと思って。大丈夫なの、その苦手でしょ心霊スポットって。でもちょっとあんまりにも何にも起きないとか、うん、本当かよみたいなことも言われてるじゃないですか、事実。だからまあネタになる、ものを集めとかないと、ちょっとやばいんじゃないかなと思って、でまあ結構噂だと結構最強スポットの一つに入るらしくって。どこどこ、ちなみに。東京湾観音って聞いたことあります？ああ、なんか名前だけ聞いたことある。私もたまたまあの聞いたんですけど、と言いつつ他のメンバー今別現場行ってるからね。そうですね、二人で行くか。とりあえず、あの、まあ、下見って言ったらおかしいですけど、まあ、それでちょっと行ってみて。了解了解。ちょっと場所教えて。これ何？何ですか？これたい焼きです。でもたい焼きっぽくないね。なんかクロワッサンたい焼きっていうのを見つけたんで買っちゃったんですよ。でクロワッサンたい焼きってやつです。はい、クロワッサンなの？たい焼きなの？どっち？クロワッサンいやたい焼き。まあ、いや、どういうスタンスで食べたらいいのかなと思って。どういうスタンスでですか？なんか東京湾観音、まあ、もともとすごいなんか今も観光地みたいなんですよね。そのざっくりだと、その戦没者のなんか慰霊のために建てられた観音様らしいんですよ。でなんか、まあ、そこから自殺、上から飛んで自殺をする人が多いっていう噂も、噂というかまあ事実。でそこに、その観音様のとこから、ね、そうです。でもそこの観音様のところにあの水道があって、そこの水道に向かう途中とかも事故も多いみたいな、で、まあ、一番そのトップに出てくる噂だと、その水道の中を車で入ってクラクション、真ん中ら辺でクラクションを3回鳴らすと何かが起こるみたいな。あれじゃん、ずっと行くとさ、はい、これ多分アクアライン通るね。アクアライン、アクアラインですか？え、何ですかそのアクアラインって？あの海の下をこうずっと行くやつよ。あの東京湾の下をずっと。え、海の下を潜るんですか？あのトンネルがあってね。あー、え、知らないの？いや、知らないです。マジ？はい、行ったことないですよ。まずいな。え、じゃあ海ホタルとか知らないの？海ホタル、海ホタルって海のホタルですか？いやいや、そういうその海ホタルじゃなくて、はい、アクアラインの海ホタル。いや、知らないです、行ったことないです。マジ？あ、いいよ、じゃあ一旦そこで休憩して目指しますか。はい、わかりました。杉本って大体東京に出てきて何年経つんだっけ？今約8年9年ぐらいですかね。8年いてアクアラインも海ホタルも知らないんだ。いや、聞いたことはなんとなくありますけど。まあ、一回ちょっと海ホタルどんなもんか見てみる。はい、まあそうなんです。ほら、割とこういう感じでね、こういう感じなんです。まあ、いろいろ揃っててさ、何して東京ドームシティ。東京ドームシティ。
てるなんか見たことないね。あ、そう、普通のサービスエリアとはちょっと違うよね。どうかね、ちゃんと見つかるかね、場所は。今いるのが、今いるのがここなんですよ、はい。で、さあこのままずっとここが、私たちこっちからずっと入ってきて、今ここで見るんですけど、このままこう降りてって木更津の方に向かいます。でそこからまたさらに下っていって行くと、まあそのもうずっと道なりに下っていく感じになるんですかね。まあね、するとここに東京湾観覧ってあります。で、まあ、あるとすれば、まあ、ここ、まあ、ここは橋、東京湾観覧のここの橋にあるとしたら、そこに行く手前のこの道の脇に、そのトンネルがあるという情報なので、頑張って心霊スポットに行きましょう、はい、あと 4,50 分といったところですかね、目的地までは。実はちょっと取材で回ってて、はい、あの東京湾観音ですか。はい、トンネル閉鎖されたっていうのだけは知ってるんですけど。本当ですか。なんかそこのトンネルにまつわるなんか話とかって知ってたりします。はい、あの噂は、私じゃないんですけど、はい、私の知り合いがあの車乗ってて、はい、それでなんか止まってクラクション鳴らしたら女の人が出てきたりするっていうのを聞いたことあります。本当ですか。はい、そうですね、東京観音はここ、あ、これですね、ここでが、これはすごいな、全然街灯がないね。そうですね、わわわわ、ガードレールが分かりました今、見えました。あれがカメラで、カメラにちょっと分かりづらいんですけど、今東京湾観音に到着しました。分かりましたね。結構私がここに立ってる状態から見て、ね、比べて見てもらうとかなりの大きさがということが分かります。そうですね、はい、で昔、ここの見えますかね、中に、ね、入って登れたんですね。今は行けないんだっけ。いや、今も展望台には待ってるみたいなんですけども、このちょうど胸のあたりから、そうですね、今ここからすぐ見上げてもらうと手元の多分胸のところですね、あそこから何人もの方が飛び降りて亡くなったというところなんですね。東京湾観音なんか不思議な感じですね。なんだろう、なんか不思議な空気があるというか、そのなん心霊スポット的な空気ではなく、あの嫌な感じではないんだよね。
なんだろう、なんとなくここなんか心穏やかになるというか、安らかな気持ちになれる場所、なんか不思議となんかスーッと吸い寄せられるようなね。だからあそこで亡くなった人たちも、なんだろう、いや死にたい死にたいと思って死んだのかな、なんかこうスーッと吸い込まれるように安らかな気持ちでみんな亡くなっていったんじゃないかな。なんかわからないけどね、死んだ人たちのその気持ちっていうのは。ただなんかその今まで行った心霊スポットとか、みんなが自殺するようなそういうスポットとはちょっと違うなんか雰囲気を感じたね。そうですね。あの来る途中に一箇所なんかあれって言った場所がありましたよね。あったね。やっぱそこが追悼の場所だったんですかね。ガードレールがなんかこういう感じで、写真だと分かりますかね。ちょっと峠道のような道の途中にガードレールがあり、その先にトンネルへの道が続く場所があります。あ、もう昼間の写真ですね。ここになんかさ、ガードレールがあるのって不自然じゃないですか。進入禁止ってことですね。車で入れない。あ、あるある道が。すみません、ここだよ。ここは随道だよ。はい。はい。はい。まあ、足元に行ってきたので、ここはちょっと進めるところまで行こうなと思うんですけど、ただちょっとこの随道老朽化がかなり激しいらしくて。危ないらしいんですね。その壊れやすいというか崩壊の危険があるそうです。なんでちょっとまあその辺をちょっと見ながら進めたらと思うんですが、これか。このトンネルですか。そうですね。いやー独特ですね。これ入るのきついな。これちょっと柵で入れないようになってるんですかね。あ、上見えます。有刺鉄線が貼られてますね。あ、杉本、はい、これ入れるよ。マジですか。うん、行きますか。うん、うん、結構長い。いや、え、そうですね。なんかプラスね。うわあ、これはすごい。このトンネルの真ん中で車を止めて、はい、でクラクションを鳴らすと、まあ女の人の霊が現れるとか、あとまあ車に手形が残ったっていう、まあそういう話があります。ちょっと現状、柵で閉鎖されているので、ちょっと車で入るということを検証するのはとても難しいんですけども、触りますかね。これ今私たちトンネルの中に入っているんですけど、独特です。これ何、これどうなってるの。これ天井が崩れ落ちてきてんじゃないですか。あ、これそうだよ。やばい、危ないじゃないですかこれ。これ行かない方がいいかもね。かなりの、これ上のがごっそり落ちてきてるってことですか。これちょっと危険ですね。
これ使われなくなってどれぐらい、どうする？やめてくださいよ。杉本ちょっと見えない。何？杉本ちょっと見えない。杉本さん。何？いいからこっち来て、いいからこっち来てください。なんで？いいからこっち来て、本当に。なんで？いや、出てからこっち離れてください。ちょっと杉本、懐中電灯が照らしてこないと見えないって。マジで。早くしてください。いや、ちょっと杉本、マジ。どうした？何杉本？杉本？まあ、コーヒー飲みながらちょっと落ち着いていった、はい、何がどういうこと？いや、トンネル、まあ、途中まで行ったじゃないですか、真ん中で、うん、まあ、でもちょっと壁が、まあ、崩壊してて危ないから引き返すことになって、で、まあ、私が先に歩いてて、なんかその前になんかすごいんと思って振り返ったんですけど、そしたら、まあ、小賀さんの横に顔があったんですよ。で、一瞬あれと思ったんですけど、まあ、最初その残像が自分の目の中に残ってるのかなって思ったんですけど、その顔少し横を向いてたんですよ。だから要は古賀さんの顔を覗き込むというか、カメラを覗き込むような顔だったんですよ、の角度であれって思ったんで、それでそのやばいと思ってそこ離れたんです。